一人ぼっちでいるのは嫌ならついてきなよ。お、始まった？はい、始まった。施設で過ごした子供時代の自分の過去と向き合いだって。ちょっとさ、これさ、なんか来た、お、消えた。ちょっと突然の急展開だね。彼女の息子たちです。お、このね、上の子っていうのがどうも私のことらしいよ。出来損ないなんだって。で、佐藤さんがあのエリートだったみたい。起きてる？今日起きてる？起きてる、今日起きてますよ。今日は起きてる。どっちに行こう？なんか気になる箇所がいっぱいなんだけど。やばい。どうしたの？何がやばいの？いや、道がいっぱいある。あ、ここでも開かない、よかった。そう、道がいっぱいあるとね、マヨッチングなんだよね。このさ、赤いさ、なんかこう、あれがあるとこは入れなかったよね。あ、こっちもあるよ。あれ？え？なになに？え、なんですか？この赤いさ、なんかほら、これ、あ、壊したら開けれるのか。壊せる、うん、壊した。ほんとだ、開けれた。2丁のやつだ。いけない。行き止まり？あー、こうやって走れたっけ？それすらも知ってるよ、押し込みで。あ、なんか走れないね。ロードが始まった。あれ？ここ暗い、超暗い。あ、こっちが開いてる。こっちじゃない？佐藤さん、見えてる？この画面。見えてる。あ、よかった。なんかダンスっぽい人がいるでしょ。そう。ちょっとなんかさ、うわ、あ、聞かれた。これ佐藤さんだと思う、多分。怪我してる子だ。うん。なんかそのおでこに傷があるんでしょ？傷の箇所がちょっと違うようだけど。大きくなって伸びちゃった？なんかどちらにしろ、なんかこのお兄さんはなんか出来損ないだって。で、佐藤さんがエリートだったんだけど、で指揮官だったんだって。でもそのなんかクローン部隊を引き連れて反乱を起こしたらしいよ。これどっからも出れないんだけど、どうしたらいいんだろう。ここを割るの？割れない。え、明日行けるよ。あ、これ違う、来たとこだ。来た。ちょっと落ちちゃうめかな。どうすんのこれ。何かしないと開かないってこと？電源かな。ここじゃないってこと？じゃあ
え、こっちなんかある？なんか超画面が今日暗い気がする。ちょっと下見てこよう。開く？あ、下開いてる。あ、なんか来た。あ、開いてるってここ来たとこだ。ごめん、間違えた。来たとこだよ。さっき言ってること変わんないね。本当だ、変わんなかったよ。あれ起きてますか今日？今日起きてる。寝てるかな。寝てるかもしれない。あ、なんか来た。あ、なんか来てるよね。でもこっちから来たってことはこっちってことじゃない？うんうん。あ、また来てる。おお、なんか、あ、なんか、あ、向こうに人が歩いてったし、視野が超悪いんだけど。あ、あ、なんか来てるね。なんか、なんだなんだ。あ、来てる。これやっつけれるの？走り抜けろってこと？とりあえず当てられるよ。また来てる。当たるでしょ。当たる？当たるけどさ、出るところが。あ、来た。どこに行く？上下どっち？下かな。聞く？来たとこです。あ、なんか来てる。ちょ、この下のさ、このなんかほら、コンピュータールームチック。あ、ここにいる。なんかモニターの中に入ってったな、今。声が近い。なんかある、ここ。何もいじれない。じゃあ、あの光る方かな、この光ってる方。何これ。リンクがある。なんかボクシングっぽい。あ、破壊せよだって。破壊、どうやって破壊すんの。あれ、赤いのがあるんだけど、なんだろうこれ。あら、ああ、それだ。この見つけて破壊していくタイプのやつ。ほら、失敗作だったんです。2番目とは違って。なんかある？ないな。今度はさ、出口、あ、出口こっち。ほら、プロトタイプはガラクタですって。私のことなんだよ。ガラクタなんだって。ただフィア1ではそのガラクタが反乱した弟のこのフェッテルをさ、鎮圧したんだってさ。これこれこれ、え、それ2連の人形が。あ、ほんとだ、人形久しぶり。こんなところにたった3体目だよ。たった3体目。たった8なのに。ほんとだよ。ちょっとなんか今日画面が超暗い。なんか私いじったかなっていうか、何もいじらなかったから、あ、音量上げてきたらよかったって思ったぐらいなんだけど。あの赤い方、明かりの方に行く？なんかある？あ、ないっす。明かりの方に。なんかちょっとまた視野がおかしくなってか、こっちで合ってるんじゃない？あ、なんか出る、出そうな感じ。この怪物なんだろうね。明かりが差す方に行こう。明かりが差す方に。視野が結構やばい。やばいけどさ、これさ、やっつけれるんだろうか。あれ？お、どうしたの？近接攻撃もできるのが初めてし。もう終わりなのに。そうそうそう。サイクサトさん、ここ。超なんか見にくい、赤くなっちゃって。あ、ほら、なんかされてる。何されてんの？これ佐藤さんかな。超能力開発か。うん。そう、キズあんのかな。あ、これだこれだ。この赤いやつを消したらいいんだね、これ。これが記憶の破壊。
ビリッて破って破壊した。 OK。 そしてほら2番目のプロトタイプの方が優秀なんです。可愛がられています。最初のプロトタイプは見捨てるでしょう。何の価値もないんですから。2番目の方がお気に入りなんです。そう、弱い方は捨てられる。わあ、また来た。絶対これ撃つんじゃないんじゃない。え、どっち、明かりの方、明かりの方だ。いた、叩かれて叩かれて。無視して無視していこう。これ一回現れたらもう OK みたいなのか。嘘殺されるんだ。だ、殺されるんだよこれ。っていうか私ばっかり狙ってる。いや、そんなことない、そんなことない。ほんとダメページ食らってます。なんかハマっちゃった、ここに。ちょっとハマっちゃった。まさか、まさかちょっとどうしよう。どうしたら出れる。 E ボタン。うわ、何これ。ちょっと、ハマった最近で押しやった。ほんまやね、これ。え、これ本当にちょっとダメだね、これ。これさ、戸閉められない。これ佐藤さん、戸閉めて。閉められない、閉められない。これ、これ見なさい。しゃがんだら出れたよ。そういうしようかな。今度何？あ、佐藤さんが、え？人殺してる佐藤さん、子供のくせに。なんか、ほらほら、これがもう一回、どうしたの？お前はこいつより強いんだ。分子レベルで破壊？すごい。やるの？がっかりさせるな、あいつのようにな。私のことだ。やってみて。どうすんの？どうやって殺しちゃうの、この人。あ、集中して。あー、本当だ本当だ。あ、乗っ取って殺すタイプだったんだね。悪いやつだ。ちょっと、まあ、しばらく。はい、破壊した。あ、領域に侵入せよ。だって危険です。完成品です。正気ではありません。こっちじゃない？戸が開いてる。サイキックコマンダー。それ入り口じゃないっすよ。え、どっちに行くの？え、戸がそっちの戸が開いてた。入ってきたところ。あ、ここにあいつがいる。サイキックリンク。じゃあどこに行くの？最後までそこ？走れない。行けなかった。やっぱり出口出るんじゃない？出口っていうか入ってきたところを出て、また光ってる場所があるとか。違うかな。ほらほらほら、光ってる。あっちだ。あ、佐藤さん、後ろにいる？あ、いるいる、やばい。佐藤さん追っかけてる。そうこうしているうちに弾が減ってきたぞ。またしても。あ、ある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 、ここにある。よし、そんなたくさん入ってない。あ、なに？ちょっと待って、でかい、超でかいじゃんこれ。なに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 、これをやっつけるの？これ食らうぞ、これため力だ、これ。あ、なにこれ、なにこれ。どこ狙ったらいいの？あの、お腹の空いてるところ。いや、どこを通るんじゃないの？口？あ、口だ、口口じゃなかった？口のあの赤いところだけが。危な、危なって。もう口開けた時にスローモを打つか。瀕死瀕死。ち
っと待って、あれ、え、なになになに、お、ああ、乗っ取れ佐藤さん、あ、死んだ、乗っ取れた、あれ、よしよし、一匹やった、ありがとうございます。あ、そっか。弾いっぱいあります。本当？これ通るだけで取れたんだっけな。できた。やばい。禁止だよ、禁止。この口のところがなんか赤くなる。口開け。やばいやばいやばい。スローも。また出てきた。いやー出てきた。これ結構強い。しかも。本当？じゃあスローも、スローも使うぞ。あ、あれ。これまさかこのボスで終わり？まさか。あ、なになになに。ボスなんかでかくすりゃいいってもんじゃない。これ。あ、弾がない。全然当たってないぞ。あ。ちょっと何これ、死んだよ、燃えてた？そう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 。なんで燃えてたのかな。また出てくる。あの雑魚敵が。雑魚敵。大事。じゃんじゃん出てきてる。手榴弾持ってない。あ、やれた。あ、やられた。やられてやられた。これ最後かな。モサのか。とりあえず口を、口のなんか赤くなるとこを狙って、弾がびっくりやつはいいんですけど、うん、ちっちゃい兵士がちょっと強い。あ、しまった、遅かった。これ燃えてるところもなんかあれが来るのかな。突然なんかキャーキャー言っちゃって、これでこいつにスローモンを使うか。こいつだな、こいつだね。わ、死んだ。あとどこにいる？ありがとうございます。また出てきた。さあブラザーやるんだ。あ、あ、なに、おじさん出てきた。顔から顔が出た。顔が出たよ。顔から顔が出た。顔からおじさん出たね。ちょっとびっくりした。面白かった。どうしたんだろうおじさん。僕の仕事するはずだった。何だか分け物じゃねえか。
どういうこと？この人お父さん？ですかね。あ、お父さんかクローンだから博士？正直話が難しくてよくわからん。あ、終わりじゃないじゃん。え？何？戦い、私と佐藤さんの戦いが始まるの？そうかな。ちょっとさ、途中のやつの方が強かった。最後の。あ、そうだ。あれが最後だとしたらね。出産が始まったんだって。次の主人公が、ね、え？次の主人公？え？これお母さん？気持ち悪い。死んだ子に挟まれるから。もう二重人格なの？え、どうしたの？え？まあ、よくわかんない。わかんない。何？違う。違うのか。え？あ、ポイントかな。ポイントが高かったからかな。え、でも話はじゃあ終わってるってこと？え？何？怖っ。え？生まれた。終わったよ。終わったよ。何これ、ちょっと気合い入れて最後どんなボスかと思ったら全然